おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりさないです。今回は6月18日に配信となった任天堂ダイレクトの内容を確認していこう。いやー、私としては大満足でした。確かに霊夢さんが注目するタイトルは多かったですね。あんまり熱くなられても話が進まん可能性があるのでさないを呼んだ形だ。ちゃんと興奮した方が精神的にもいいわよ。今回はいつも以上に暴走しそうだな。まあ、内容とともに想像や今後の展望もちらっとしておくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、今回の任天堂ダイレクトは2024年後半のソフトを中心に情報が出ること。そもそも2024年夏以降のソフトの予定がそれほどなかったし、スイッチユーザーとしては今後どういうタイトルが出るのかは注目であったことになる。それでなくても、任大の影響力は年々上がっている。開催時期が近づくと私たちもそうですけどそわそわしますね。その任大のライブ配信スタート前の22時57分ぐらいのタイミングで、41万人以上が待機。いいねはこの段階で 2.4 万ついており、その注目度はこれ以上説明する必要はないだろう。残念ながらニコ生の放送はないから、そっちの視聴者も流れてきているわね。当節ランキング見たら、日本公式チャンネルだけで最終的には200万超えてますね。まあ、あんまり前置きが長くなってもだ。そろそろ中身を見ていくとしよう。まず、開幕はこの作品からだな。最初、マリルイのリメイク?って思ったけど完全新作となるのよね。マリオ&ルイージ RPG ブラザーシップ、となるな。マリオ&ルイージ RPG の9年ぶりの新作だな。マリオの RPG シリーズは、昨年のスーパーマリオ RPG から途切れませんね。スーパーマリオ RPG、ペーパーマリオ RPG のリメイクに続いてシリーズは違えど完全新作 RPG となるので、おそらく、これは戦略も込みだったとは思うな。映画で配管工兄弟の絆も見せつけているし、これは盛り上がるぞ。これにはルイージファンもにっこり。PV 見る限り、ルイージの扱いは過去シリーズ同様に結構ひどそうだけどな。同じ緑属性のものとして、ルイージ頑張れ、って言いたい。今までゲームボーイアドバンスの初代から携帯機で出ていたシリーズだけど、据え置き機でもあるスイッチでの新作ということで、表現の幅も大きく広がっているわね。配管工兄弟のコンビネーションは楽しみだな。本作の発売予定は11月なのか。他でもそうだけど、10月、11月はスイッチフル稼働だと思うわ。任天堂オンラインの追加パックでは初代マリオ&ルイージ RPG は遊べるので、本作が気になる人は先にこっちをプレイもおすすめしたい。元スクウェアのスタッフを中心に構成されていたアルファドリームの開発作です。BGM は、スーパーマリオ RPG、もそうだが、レジェンドの下村陽子氏が担当されている。そういや、そのアルファドリームって倒産してません?それはそうなんだが、今回の、ブラザーシップ、もまだ開発会社はわからんが。完全新作ではあれど、シリーズにゆかりのあるクリエイターの皆様のお仕事ぶりも垣間見れると思う。このあたりもわかり次第、当チャンネルでもお伝えしていこう。そして、お次はサマーゲームフェストで発表のあった、レゴホライゾンアドベンチャー、が、任大でも紹介されることとなった。PS の看板娘アロイのスイッチデビュー作。やっぱり PV と共に日本語で紹介されると、魅力が上がるわ。任大で見ているってフィルターもありそうですけどね。ここで愚痴言うのもあれだけど、本作は PS5 でも発売予定なんだから日本の PS 公式も日本語 PV 用意してくれよ。フォトリアルだと結構過酷なホライゾンの世界観がカジュアルなレゴの表現で楽しめるので、スイッチユーザー中心に新規ユーザーが増えることに期待はしたいな。お次は、ファンタジアンネオディメンジョン。本作はあのファイナルファンタジーの生みの親の坂口博信氏による RPG で、音楽もファイナルファンタジー過去作品でおなじみの植松信夫氏が担当。スイッチ氏の移植版ですね。私も知っているそうそうたるレジェンドの皆様が関わる作品なのになんで知らなかったんだろう。元は2021年に Apple Arcade で配信された作品で、プラットフォームに馴染みがない人はわざわざプレイしなかったという人も多いと思う。スキルの起動を操作して戦う戦略性の高いバトルを備えた、新次元の王道 RPG。本作の戦闘はオーソドックスなターン制コマンド RPG となるが、最大の特徴は任大でも紹介のあったディメンジョンバトルだな。雑魚はディメンジョンマシンというもので別空間にストックできて、
一気にまとめて戦うことができる。戦略性と爽快感両方が楽しめる仕様やな。スマホ RPG としてはグラフィックもかなりのものだったし、ストーリーも重厚だったのにそれほど盛り上がりませんでしたね。プラットフォーム問題ってのはあったと思う。今回の移植でスイッチ以外にも PS、Xbox、PC でも展開されるので、豪華声優陣によるキャラクターボイス対応に、より遊びやすい難易度設定を追加されるようなので、あのレジェンド坂口博信氏の作品をまた多くの人がプレイすると思う。私もプレイしていこう。発売は2024年冬の予定。本作はスクエにも関わっており、当の坂口氏もコメントで帰り咲き、と言っておられる。ヨシピーとは結構な頻度で対談されておられるけど、またレジェンドのお立場でファイナルファンタジーに限らず、スクエニに助言していただければ幸いです。こういうのは旧スクエア時代からお世話になっている往年の RPG ファンは思いも強いんだろうな。他作品でも霊夢の熱が止まらん可能性があるから続けていくぞ。任天堂ソフトの展開をまとめてみていこう。まずは任天堂スイッチスポーツに新たな種目が追加。バスケットボールの追加ですね。残念。私が熱望していたボクシングではなかった。基本対戦は 2on2 での試合となるな。ウプ主は子供の頃、スラムダンク人気もあってよく 2on2 やっていた。バスケットボールとゴール一つに4人いれば遊べるコスパのいいスポーツでしたしね。なんか、このまま続けると昔話に発展しそうなので戻すが。他にも制限時間内に決めたスリーポイントシュートの数を競うモードや、4人で同時にシュートを放つモードも用意されており、他種目同様にオンラインにも対応。この夏に無料アップデートでの追加となる。個人的には熱望していた種目ではないにしても、任天堂スイッチスポーツはゴルフ以降、長らく種目追加がなくて不安はあった。まだまだ展開は希望がありそうですね。展開としては球技が想像しやすいんだけど、お前らに聞いたら別種目ばっかりいそうだな。もう私はボクシング希望は揺らがないわよ。私は Wii スポーツリゾートにあったフリスビー希望しておきます。まあ、このあたりの展開も期待はしておこう。そして、ドンキーコングリターンズ HD。ドンキーコングはリマスターだったか。って印象となったわ。本作は2010年12月9日に Wii で発売されたものの HD リマスター版だな。発売は2025年1月16日の予定。結構先の予定となりましたね。この時点で当分、ドンキーコングの完全新作は望み薄となったかも。まあ、ここに関しては秋にサプライズもあるかもだが、ドンキーコングの完全新作は、スイッチ後継機種でのリリースの可能性は上がったな。とはいえ、ドンキーコングリターンズ、も名作。こちらの HD リマスター版では 3DS で発売されたドンキーコングリターンズ 3D のコースも追加され、全80コースが収録されており、遊び応えはかなりのものだろう。Wii時代に遊んでない人にとっては実質新作ですしね。そして、発売が迫るルイージマンション 2HD も紹介となったが、ここは明確に謝罪せなあかんな。ガチガチ本命と言っていた初代ルイージマンションの展開はなかったわね。これは、ごめん。忍耐外しのマリサの本領発揮。開催日時予想もご視聴者様にいじられていたわよ。あれだけの安泰予想して外しましたからね。開催日時もそうだけど、逆に私が自信満々に言ったことは実現せんってことだ。まあ、マリサが壊れても困るからご視聴者様もエンタメとしてご理解いただけると幸いです。よろしくお願いします。気を取り直して、任天堂オンライン関連のお話。ゲームボーイアドバンスには、ゼルダの伝説神々のトライフォース&四つの剣に、メトロイドゼロミッション。ここは後に紹介となる新作への布石でもあったわね。そして、任天堂64では、パーフェクトダーク。パーフェクトダークは Xbox ショーケースで新作も発表されてますからね。FPS の名作シリーズをこのタイミングで楽しむのもありだな。お次は私としてもほっとしたし、霊夢のようなシリーズファンは熱望していたわけだが、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、の HD2D 版の続報がついに来ました。3年以上待たされていたから、熱も入るわな。時はきたれり、という言葉とともに新映像が公開となり、発売日は11月14日となった。長かった。本当に長かった。そして、勇者の映像から引いていき、1と2の勇者の姿も現れ、
まだ発売時期は未定だが、1と2の HD2D 版の発売も発表されている。3の発売時期が決まっているなら、全然待てる。シリーズの生みの親である堀井雄二氏も出演されており、各ナンバリングの時系列の説明と、3、1、2の順番でプレイしてもらうと、あ、と驚く展開が待っています。とのことで、現役でプレイした人だと1、2、3の順番のプレイで副題の、そして伝説へ、の回収に震えただろうけど、1、2にも仕掛けはあるかもということね。まあ、今回そこも嘘し出すと尺がいくらあっても足りん。しかし、マルチプラットフォーム作品なのに人台で破格の扱いでしたね。ドラクエシリーズ作品は任天堂ハードとの関係は保っていてくださいよ。そこも今後見ていく上で重要な部分かもしれんな。ドラクエの HD2D の妄想はまた改めてします。少なくとも3については、すでに予約受付もスタートしており、各種特典やコンプリートセットなどもあり、発売延期はまずないだろう。まあまあのお値段になりますね。いろんなプラットフォームで展開されてきたドラクエ3のリメイクがどれほどのユーザーに訴求できるのかも注目とはなろう。ドラクエシリーズの火は消えないでほしい。本作が聖なる種火になるかですね。そしてスクエニ作品ではもう一つサプライズがあった。こっちはさらに盛り上がりました。まあ事前情報ゼロだったもんな。あのサガシリーズでも大ヒット作品のロマサガ2のリメイクとなるロマンシングサガ2リベンジオブザセブンが発表された。全く予想してなかったので、家で結構な声出してしまったわ。グラフィックがフル 3D に生まれ変わったほか、戦闘システムなどの調整も行われているようだな。大ヒット作品のロマサガ2だけど、オリジナルはシステムの理解も十分でないと攻略も厳しいですからね。サガシリーズらしい尖りではあるけどね。伝承法を用いて、歴史をまたぎながら帝国の皇帝たちとして英雄との長きにわたる戦いが描かれる。サガシリーズらしさは残しながら、戦闘や成長システムの見直しや難易度設定の追加などもあるようで、新規ユーザーにもおすすめしやすい作品であってほしいところだ。私は難易度高めで七英雄に挑むぞ。発売日は10月24日。ここからの続報にも期待していこう。やっぱり発表から発売まではこれぐらいのスパンがありがたいですね。こういうサプライズは大歓迎ですよ。リメイク、リマスター作品だと特にそうかもしれんな。リマスター作品だと、サウンドノベルのパイオニア、かまいたちの夜、は、完結作となる、かまいたちの夜トリプル、がスイッチで復活。かまいたちの夜は30周年の動きはこれだったのね。本作では第1作、2作目のメインストーリーも収録。過去作をプレイしていなくても、本作から楽しめる。初代と2のサブストーリーも収録してほしかった。メインストーリーだけだと消化不良になりそう。贅沢な要望だけど、結構そう思っている人多そうですね。本作の発売日は9月19日。まあ、シリーズとして30周年の大きな節目だし、過去作のリマスターもあるかもしれん。このあたりはアンテナ張っておこう。初代に合わせて冬に期待しようかな。そして、逆転裁判シリーズのスピンオフ作品となる逆転剣士 1&2 ミツルギセレクションも9月に発売予定。基本、法廷バトルだと悪役になりがちな剣士が主役。とはいえ、ミツルギ剣士の人気は侮れん。先日の各コン挑戦挙では女性票を結構集めているからな。そう考えると各コンは役者揃いだな。他の逆転裁判のリマスター版同様にグラフィック強化やコンテンツの追加もあり、過去にプレイした人も楽しめそうだな。原作のドットビジュアルも選択可能というのは個人的にツボ。霊夢のツボはこの作品にもあるな。あの猫が可愛い、ストレイ、のスイッチ版ね。サイバーパンクな世界に迷い込んだ猫が活躍するアドベンチャーで、2022年に PS で初リリースとなったが、非常に評価の高い作品。インディー作品ながら猫の表現が秀逸なんですよね。結構なグラフィックなんだけど、全然スイッチでも表現できてるやん。スイッチユーザーだとまだプレイしていない人も多いだろうし、発売となる2024年冬にはまた改めてこの猫ゲーが注目されることになるだろう。PS プラスのゲームカタログから外れたし、スイッチ版買おうかな。そして、5月のマーベラスショーケースで2024年発売と告知あった、ファーマギアは、発売日が11月1日と発表されている。任代のタイミングで発表できるならマーベラスショーケースでも発表できたと思うけどな。
ドラクエもそうだが、忍耐の影響力に期待しているってところはあるだろう。ファーマギアもドラクエもアメリカの忍耐でも紹介されてますしね。この影響力に頼るってのは他作品でもありそうだな。そのパターンにするなら、忍耐で発表してその後公式で掘り下げるパターンにしてほしいわね。素人目に見てもそっちの方が効果ありそうだな。ファーマギアでキャラデザを担当されている真島ヒロ先生のフェアリーテイルでも展開があり、こちらも RPG 作品のフェアリーテイル2が発表され、アニメのアルバレス帝国編が描かれ、今冬に発売予定。ファーマギアと発売日が近いと需要食い合うぞ。確かにな。こっちは光栄テクモの販売だから、発売日の示し合わせはないだろうが。さすがにフェアリーテイル2が発売日遅くなると思うけどな。お次は、ハンドレッドライン最終防衛学園。弾丸論破開発人の皆様の新作となるわね。パートとしては仲間と絆を深めながら学園に潜む謎に迫るアドベンチャーパートと、迫り来る新構成から学園を防衛する SRPG パートが存在する感じだな。こういう絶望的な状況で100日間を戦い抜くってのは嫌いじゃないぞ。ディレクション&シナリオの小高氏はうちの全資金をぶっ込んだと言っているので、気合の入りようはかなりのものだろう。シャウンをかけた作品ってことですね。期待度は上がってきたわね。さて、最後は任天堂の意欲的な新作ソフトたちを見ていこう。まずはゼルダの伝説より、ゼルダ姫が初めて主人公となるゼルダの伝説系の借り物。リンクと違って、直接戦闘するのではなくタイトル通りいろんなものを借りて冒険するのね。なんかマイクラ、ビルダーズの感じもあって、無限の解放が用意されていそうですね。それらの作品からヒントを得ている部分もありそうだな。シリーズプロデューサーの青沼氏も出演し、本作の紹介をされている。これはいからおなじみの、ゼルダの当たり前、を見直すってのを。見下ろし型ゼルダ作品でもやっているということね。ブレワイ、ティアキンと神ゲー続いているから、このワードヘの信頼感が半端ないですね。まあ、ジャンル的な好みはあろうけど、本作も出来は心配ないだろう。発売日は9月26日。結構近いぞ。ありそうでなかったゼルダ姫主人公作品にも注目だ。そして、スイッチライトにはハイラルエディションが発表されている。ゼルダの伝説系の借り物、と同日に発売予定となっている。ゴールドなカラーリングにハイラルの紋章。これは欲しくなるな。ゼルダファンは結構買いそうですね。そして、マリオパーティからも新作。スーパーマリオパーティジャンボリー。パーティーゲームは来るかもと予想してましたが、マリオパーティシリーズでしたね。シリーズ史上、最大ボリュームと謳われている。ミニゲームが110種類以上登場するほか、最大20人と競い合うオンラインモードなどが収録される。プレイアブルキャラも20体以上はいいわね。オンライン対戦モードに配慮した感じもありそうだな。スゴロク、でのスターの獲得数を競う基本ルール自体は変わらんだろうが、5つの新作ボードと2つのリメイクボードがあるようで、マリオパーティの基本的な楽しさそのままに、新しい要素も魅力的だろう。本作の発売日は10月17日。マジで10月、11月のラインナップは充実してきた。どれを買うか悩みますね。そして、忍耐おなじみ、これが最後の映像です、では。メトロイドプライム4ビヨンド、が発表された。私らはもうスイッチ向けには出ないかもと予想していたけどいよいよ発表されたわね。2017年に初発表されてから7年もの時が経っていたからな。ナビゲーターの高橋氏も大変お待たせしてしまいましたと言っていますね。発売は2025年。おそらく今年度のヒットタイトルを狙っているだろうから、来年3月までには発売となると思う。映像では、サムス、アランの視点で敵を銃撃するシーンやモーフボール状態になって狭い通路を移動している様子を確認できる。2025年もスイッチで戦うぞって意気込みも見られるな。メトロイドシリーズはスイッチ後継機種でも新作の用意はありそうだけどな。新作も結構発表され、内容としてはかなりのものだっただろう。あれがなかった、これがなかったって部分も人によってあるだろうけど。今回の内容レベルが9月にあるであろう忍耐でもあれば、スイッチは冗談抜きでまだまだ現役ハードですよ。9月の忍耐ではスイッチ後継機種の影も今以上にちらつくかもだが、まだまだ現役は確かにそうかもしれんな。当チャンネルのアンケートでも満足度は高いしな。ご投票ありがとうございました。紹介しきれていない作品もあるし、もっと掘り下げたい作品もあるので、
このあたりは週末に改めて動画にする予定なのでよろしくだ。コミュニティでもコメント多くいただいておりますが、また忍耐の感想など気軽にコメントいただけると幸いです。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。つい、日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。